休日を捧げよう、トゥモローズ佐藤裕二です。今日は、私の所有のギターをですね弾き比べしてみようかなと思っております。まずは今メインで割と使っている、これですね、ギブソン J45、チェリーサンバーストですね。色がこうちょっとずつ変わっていくというサンバーストの色ですね。でここ、ラージピックアップのモデルですね。多分2011年とか2012年の製作のギターです。大体10年ぐらい経ってますかね。で続いてこれですね、これですね、はいはい、マーチンの後ろを見るとね、ローズウッドの、3ピースバックということで、D35 かなというとこなんですが、これよく見ていただくとね、ここの模様がヘリンボーンですね、魚の骨みたいな模様がついてると思います。これでマーチンの HD35 ということがわかるかと思います。HD35 ですね。マーチンの D35 も昔使ってたんですが、HD35 の方が好みの音だったんでね、ちょっと買い替えてしまいました。HD35 の方がね、ちょっと上位機種というふうに言われています。はい、それでは、ギブソンの J45 とマーチンの HD35 をちょっと弾き比べてみますので、ちょっと聞いてみてください。はい、このギブソン J45 はまずね、弾いてて軽いです。はい、多分木のね材質が違いますね。ローズウッドね、マーチンの HD35 の方はローズウッドを使っていて、そっちがちょっと重いですね。これすごく軽くて、で弦の長さはね、ここからここ、マーチンの HD35、 いわゆるドレッドノートのタイプのギターよりは少し短めなので、弦のねテンション、弦も弾きやすい感じの柔らかさになりますね。僕は J45 の音もね、まあ当然好きなんですけど、弾きやすさで、こう握った感じ、その、ね、ネックの細さとかもね、厚さとかも、マーチンよりは、マーチンの HD35 よりは、少し小さめで、割と日本人向きなのかなと勝手に思っております。
はい、はい、HD35 ですね。僕はD35 とか HD35 の音が好きで、3ピースバックによるあまり低音が出ない、ガツンと出ないギターみたいなんですが、弾き語りをしてる時に、ね、ギター1本で歌ってる時にはとても心地いいなぁと思っております。マーチンのねギターといえば D28 D ニッパチですねが、一番スタンダードみたいな感じもするんですが、僕は3号が好きですね。はい、ちょっと音もなんかこう少しこう丸っこくて優しい感じで、抜けて高音がねすごいきらびやかな感じがします。はい、 D35 もおすすめですね。はいはい、で D35 と、J45 なんか数字がこんがらがってきましたが、どっちが好きかと言われたら、当然、どっちも好きですということになると思います。もし、買う時の参考になればなと思って、ちょっと動画撮ってみました。まだまだギターね、後ろ見ていただくと分かる通り、気づいたらこんなに買ってたんですね。まだまだギターありますんで、弾き比べ動画ね、撮っていきたいと思います。続きを乞うご期待。またねー。